で、七色って言うけど、他はないよね。何がある？キララン。はい、毎度お越しやす、キララン。もうね、今日はちゃっちゃと行こう。今日はね、虹の簡単な書き方をご紹介しようと思います。用意するのはですね、まあ、お好みの、平筆ですね。この平筆の幅が虹の幅になってきますので、太い虹を書きたい人は太い、こういうハケみたいなのを使って、まあ、細めのやつやったらね、一般的な虹を書けるんじゃないですかね。じゃあ早速、下準備をしていきます。まずですね、汚いんですけど、この筆洗いね。使い込んでます。平筆全体に水を含ませますね。舌が回ってへん。んで、虹って何色やろ？ 7 色やけど、どんな色があるでしょうね。まあ、ブルーとか、黄色、それから赤とか、紫か。これね、透明水彩を使ってます。でも、チューブ絵の具やったら何でもいいので、お好きな色を選んでください。1、2、3、4、5、6、7。ちょうど7個ね。パレット、梅皿、7つ、仕切りがついてるので、ここにお好みの色を入れていきます。緑、黄色、赤、紫、青。で、7色って言うけど、他ないよね。何がある？まあ、同系色やけど、これ言っとくか？オレンジ。水色？こんなもんかな？で、こっからがちょっとね、めんどくさいんですけど、今度用意するのは細筆。ね。ちょっと細めの筆。これで、一色ずつね、こう溶かしたやつを、先ほどの平筆ありますね。この平筆に、この細筆で色を刺していきます。裏もね。ちょっとね、奥まで色入れてった方がいいと思います。しっかりめにね。で、もう一回筆あろうって、この違う色を溶いてね。で、これをまた隣に。混ざっても大丈夫なんで、隣にこう刺していきます。裏も。これを繰り返しますね。あかん、これ7色入らんて。7色は絶対入らんって。はい、ちょっとね、オレンジが入らんかったけど、まあいっか。はい、それではスケッチブックを置いて、で、虹ってね、半円を描くので、まっすぐな直線な虹とかないので、半円を描くように、この肘を起点として、こう、動かすように書いていきます。始点と終点をなんとなく定めておいて、いきますよ。いや、緊張するな。せーのい。じゃーん、シャリーン。あー、いいですね。ほら、綺麗な虹かけたでしょ。ねえ、ちょっと紫の出が悪いな。で、これもう一回水含ませて、やると、もう一回かけたりしますね、ほら。シャイーン。あら、綺麗。まあ、どうしてもね、一発で描かないといけなくなるのですが、虹ってね、なかなか描くの難しいので、ぜひこの方法でね、イラストの一部とかにね、ちょっとアクセント的に描いてみてはいかがでしょうか。楽しいですよ、結構。お子さんとかってやってもいいかもしれませんね。ポイントとしては、筆の奥まで、毛の奥まで色をギュッギュッギュッと入れてあげることですね。そうじゃないと途中でね、色がかすれてくるので、最後まで根元まで入れてあげるっていうことですね。まあ、この方法ね、いろいろアレンジして、色をそれぞれ変えてみたり、組み合わせを変えてみたり、虹じゃなくてもなんかその、エフェクト的な感じでね、使ってみたりしてもいいかもしれませんね。はい。それではね、本日はね、小ネタ的な感じでしたけどね。短い動画でしたが、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。またお越しやす。噛んでるな。